久保建英とかいう将来 VIP クラブに移籍するのが確定してる男、わらわら。いつか VIP クラブに行けそうなんか？行くだけなら可能。レギュラーとしてはまだかなり足りない。レアプすぎて草。今のバルサマドリーの右ウグならレギュラー余裕だわ。事実スペインの大手氏が軒並みベストイレブンに久保入れてるし。デンベレとロドリゴいたらベンチやろ基本。怪我した時のローテ要因。チェルシー、リバプ、トッテナムは余裕だろ。マンユー、マンシー、アーセナルだとちょい悩むってレベル。トッテナムはビッグクラブではない。ビッグクラブなんだよなぁ。世界9番目に価値があるサッカークラブ。年齢と成績的に入ってもおかしくないな。どんなに活躍しようとユディガーによっこいしょされたのが強烈すぎてトップオブトップでは通用するイメージないわ。チャンピオンズリーグでも軽く決められるやろな。久保ブスユナイテッド見なかったの？結局強度高い相手には通用せんのよな。ダブルハイの時もスペイン相手の時は良かったし。あれ普通にファウルやし、浅野に対してもそうやったけどあんなふざけた真似しとるからユディガーはあの試合でやらかして叩かれまくったんやないか。実は個人スタッツではユディガーは日本戦ではやらかしないんや。今季のラリーガ見てないん。今季リーガでユディガーは久保相手にフルボッコにされた挙句ボンミス疲れて決勝ゴールまで決められとるやろ。普通にマドリー戦もユディガーに余裕で負けてたしゴールの起点になったのはミリトンな。ユディガーに勝てるやつなんかいないからセーフ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。